はインターン生の佐藤です。今回紹介する乙女コンテンツはアイドリッシュセブンというアプリゲームです。こちらなんですけれども、楽曲とストーリーが合わさっている、ゲームになっています。では早速魅力の方について、お伝えしていきたいと思います。こちらの魅力はですね、そのストーリーと楽曲の関連性が強いことですね。ストーリーが解放されてから新しい楽曲が出るんですけれども、そのストーリーを読み進めていく中でこの楽曲が出てきた意味とかいうのが、はっきり分かっていって、ストーリーを進めていくのに一個一個腑に落ちていく、そんな部分が大きな魅力となっています。キャラクターのバックグラウンドや過去のつながりなど、伏線回収もすべてどんどんつながっていく、後半物語後半の本当に爽快で、とても重たい話も途中であるんですけれども、そんな感じで楽しく、ゲームができる乙女コンテンツになっています。記事本文でも詳しく書いているのでぜひご覧ください。ありがとうございました。